ウクレレフラメンコトシです。さあというわけでございまして、今回もフラメンコの曲集をウクレレで弾いていきたいと思います。今まではこう3拍子系の曲集やったりとか4拍子系の曲集でございますが、さあ今回も続けて4拍子系の曲集、今日やりたいのはタンギージョスでカディスです。もう舌を噛みそうな名前ですが、この曲もですねフラメンコのまあ人気曲でございます。曲集の名前を直訳するとカディスのタンギジョスということで、スペインの南部にねカディス県という港町があるんですが、そこで生まれた曲集でもあります。港町なので、まあ、陽気で明るいような曲調なんですが、まあ、僕の予想です、多分きっとねこのウクレレにぴったり合うんじゃないのかなと思いますので、どうなることやら一緒に楽しんでいきましょう。ギター弾くとこんな感じです。ウクレレです。さあ今回のタンギジョスデカディスで使うコードは E7 と A メジャー、明るい方ですね、 A メジャーでございます。 E7 はいろいろやりましたね、ファンダンゴステウェルバだったりとか、あとファルーカでも出てきましたね。 E7 で A マイナーがこうだったので、多分ねこの音がね明るくなるからこうだね。あ、これはあれだ、ティエットにも出てきた A ですね。そう、マイナーがこの1本で、メジャーが人差し指3弦の1フレット目に足してこうなります。つまりで E7 と A メジャーを早速できそうですね。じゃあちょっと弾いてみましょう。ウクレレの曲でありそうですね、もうすでにね。もうなんかすぐにもうなんかウクレレの雰囲気にぴったりやべですね。あ、僕もなんかだいぶウクレレに慣れてきて嬉しいです。では締めのリズムもついにやってみます。締めのリズムがね D メジャーから始まるんだけど、 D メジャーはまだやってないけど、ファルーカの時に D マイナーがこうでしたよね。だからここはね半音上がればいいから、ほらこれ D メジャーですね。 D からA、E7、A、うん、おお、できそう。左手結構いけたので、右手のリズムちょっとやってますね。タンタララン、タカタンタララン、タカタンタララン、タカタン。コツは1234、4拍目にアクセント入れるといいですね。1234よりはウトララタカ。今回はウクレレでタンギジョスデカディスを弾いてみました。やっぱり予想通りこのウクレレの可愛らしい音とタンギジョのね陽気で賑やかな明るい雰囲気とぴったり合うんじゃないのかなと思います。一口にフラメンコと言っても暗い曲から明るい曲などですね、まあいろいろあるんですね。そのあたりをウクレレを通じてフラメンコ音楽楽しんでいただければ嬉しいです。さあそれでは次はどんな曲集が出てくるのか一緒に楽しんでいきましょう。それではアロハオレー。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。また他の動画でお会いしましょう。